はい、会長、ガーシーと対談動画はいないやつらが多くても2人でネチネチ言ってすごく嫌な気分になりました。5日で7人とやった話最高でした。それはさっきの話だろう。2人でネチネチ言っててすごく嫌な気分になんでなったの。いないやつらが多くて誰だっけ。だって基本彼の配信は悪口が中心だからね。それ言われちゃったらわからんわな。誰、ロリタニさん。僕ね、正直三木谷にはちょっと悪いなと思ってんだよ、うん、まさかこんな風になると思わなかったから、昔あったいたずらみたいな話をちょっとしたらいろんなところからいろんな情報が出てきちゃってさ、まあ大変だよな。なんか謝りに行くっていうのも口も聞いてくんないかもしれないけどさ、まあいいけど、うん、まあ俺が言ったことに嘘はないよ